一応覗いてみる。久しぶりすぎるなー、このなんか画面も。そういえばそんな感じだったよね、最初の方は。いやー、この画面見るのがなんか懐かしくなるとはな、思わなかったよ。ひらめきましたー。うん、スーパーイレーバー。大発明ですな。そろそろ出てくるんじゃないかい。オッケー、ビンゴすぎる。で、今の俺の体力ならなんとかなる。どうだどうだ。え、ピヨピヨピヨってなんないんだけど。ん？あ、なった。よいしょー。簡単。楽すぎるんだけど、ちょっと。もうちょっと難しくてもよかったんじゃないとか思っちゃうけど。まあ、いや、いいです、いいです。簡単のがいいですね。ありがとうございます。どうもー。よっしゃー、48。そうか、まあそんなもんか。180ゼニーか。入れば、あ、なんか捨てないといけないね。じゃあまあ、ミントでいっか。え、ちょっと待って、入れば手に入っちゃったってことはさ、え、これ普通に、持ってっちゃえばいいんじゃないの？って思ったんですが、どうなんでしょうかね。まあ、とりあえず、今危なかったね。まあ、とりあえず、あとね、本も欲しいんだけど。あ、そろそろ開くかな。10時ぐらいじゃない？よーし。早速、入ってきますよ。もご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 。ってことは、どうぞ。ありがとうよ。はい。なんかすげえあっさりしてんな。このに、ここの2回の中は。ありがとうございます。49ですね。こんな感じでリーチにかかっていいのだろうかっていうね。あれなんですが。簡単なやつは後に残しちゃってたんだね、多分。って言っても多分 UFO のイベントを見ない限りはこの二人とは多分2できないと思うんで、まあとりあえずあと1ですね。誰なんだろう。ちえちゃんがカウントされるのであればちえちゃんなんだろうけど、なんか違う気がするんだよなぁ。あいつか？いや、まさかなぁ。違うわなぁ。そういえばさ、君と話ができないなって思って、でも話をするにはあれをするしかないだろうなって思ったんだけど、あのちょっと閉じられってことになって、
ってことになって、ちょっと閉じられて、これすごく、それは、え、これは、でも、ちょっと閉じられて、それは、あの、ちょっと、これ、あの、ちょっと、ちょっと閉じられてことになって、どうなんだろうな、言うべきなのかな。やってみようか、ちょっと。本当ですか？ありがとうございます。そうなるのね。これすごく、あの、ちょっと、ちょっと閉じられてことになって、これすごく、あの、ちょっとってことになって、田舎に帰ります。帰れます。あ、なるほど。ええー、わからんわ、これは。ごめん、これはわかんないわ。うわー、思わぬ50回目だな。これはわからんですわ。ってことになって、ちょっと辛い、これすごく、あの、ちょっと、それは、これすごく、おお、ありがとうな。なんか思い出に残るよ。めっちゃ喜んでるんだけど。コロンビアみたいな感じだったんだけど。大丈夫かな。はぁ、あ。50ですね。いやー、よかったよかった。話しにくい人をね、ちょっと、首にしてみたりとかしてて、前のエリアも乗り物に乗ってる人をね、乗ってる方にスムーズに話しかけたかったんで、ちょっと申し訳ないことをしてしまったんですが、完全になんか50回目の中のための犠牲となってしまった方が若干いらっしゃるんですが、縛ってですね。いやー、いよいよですな。まさかの3連ですね。あっという間の50だったな。でも長かったな。でもきっともう最大だと思うんですよね。もうチューしてないのっていないんじゃないの。多分お父さんは例外の人物だと思うし、ちえちゃんは最終目標だからもちろんカウントされないってことだろうね、おそらくね。お見事なり。はい、レベル10。大物になった。やったー、99だよ。うわ、これ最後っぽいな。もうなんと最大レベル、やったー、やったー、すべての宙をクリアしたなり。おめでとさん。え、待って待って待って、おめでとさんで終わり。俺頑張ったんだよ相当。いや、でも99はでかいですね。よかったよかった。じゃあ、ストーリーをですね、再開していこうぜっていうその前に、多分もうこのタイミングを逃すと見れる機会なくなっちゃうんじゃないかなって思うので、ここいらでフィルムシリーズを、ちょっと鑑賞会をですね、していこうかなと考えてるんだけど。さあ、ということでですね、いよいよ上映会の準備に差し掛かろうと思ったわけなんだけど、その前にちょっと探索してみたんですよ、いろいろと。そうしたらまさかのフィルムが出てくるという。本当にしてよかったなって感じなんだけど、その代わり結構な時間を使ってしまいましたが、このフィルムを見つけた場所がですね、かかしがはらのエリアの声だめ？あそこが調べることがどうやらできたっぽくて、まあ基本的にうんぴくんが出てくるんだけど、このお高い指輪ってやつも、その声だめのところから出てきました。たまーにレアアイテムが出てくるみたいな感じなんだろうね、きっと。はい。売っちゃいます。で、せっかくなので名残惜しいですが売ります。
て、すげえお金だ。このお金を使って、今からフィルムを大人買いしたいと思います。さあ、買ってきますよ。自分用のマイコンがあってもいいと思うけど。まあ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 。マイコン買っちゃうとね、フィルム買えなくなりますからね。いやー、まさかね、まとめ買いするだなんて誰が思っていたことかという感じですが。よし、これでいいんじゃないか？うん、これで大丈夫だよね、とりあえずは。オッケー。じゃあ、アイテム整理をして、その後に上映会と行きましょうか。多分全部あるよね。さあ、ということでですね、上映会のお時間なんですが、まあ、とりあえず、一度だけ見たことがあるやつが多分2、3個ぐらいあると思うんですが、まあ、いいタイミングなので、まあ、お試しみたいな感じで見たんで、ここで、もう一度ね、順番かどうかわかんないけど、一通り見ていこうかなと思います。よろしくお願いします。展開わかってるんだよな。
Thank you.
We'll be right back.
さあ、どこから突っ込んでいきましょうか？ でもさ、時々普通にすごいのとか混ざってなかった？もう完全にワンパターンかなーって、なんかもう悪の十字架と悪の十字架みたいな感じだね。あのワンパターンで全部ゴリ押してくるかなーって思ったら、案外そうでもなかったよね。本がなかったわ 案外そうでもなかったっていうのがびっくりしたってところですかね。とりあえず見れましたね。よかったです。アニメーションのあの妖精のやつ、結構あれ好きですね、個人的には。